社であり、専門店側の丹波ン,ンベルグでは、丹波ユメタウンの故障を使用している。1996年10月30日、ユメタウン表情の名称で、北近畿最大級のショッピングセンターとして開店した。2016年11月1日に、現在の名称となった。2018年12月1日に、ユメタウン姫路が開業するまで当店舗は、 兵庫県唯一の夢タウンであった。施設設置者は丹波市に本社を置く株式会社丹波ン,ンベルグと氷上商業開発株式会社であり、夢タウンはその各店舗の総合スーパーという扱いである。当初、婦人服売り場については同業他社で同じく日流グループに加盟している佐藤の担当となっており、夢タウン丹波直営売り場では取り扱っていなかった。 その後、2018年8月20日に佐藤が撤退してからは、婦人服売り場も泉直営となっている。夢タウン丹波直営売り場と専門店街では、夢カードが使用できる。敷地内には、上司や、コーナンが出店している。ありがとうございます。